The Longest Weapon 横蹴り。はい、じゃあ次は横蹴りいきます。これはさっきの回し蹴りとちょっとこうね似てる人がいるんですけど、これ全然違いますからね。こう回してから蹴るんじゃなくて抱え込む 体勢がすでに全然違います。右足で蹴る場合、左の脇腹に膝を抱え込むようにします。そうするとお尻がキュンって回ってくるので、この状態で足の裏をすでに相手に向けてください。でここからまっすぐ蹴り出して元に戻します。でこれは輪っかの中に足をズボって通してもっぺん抜くっていう、そういう感じのイメージを持って蹴ってください。でちょっと実際にあの輪っか持ってきて、はい、この辺にこうちょっとセットしてて、はい、もうちょっといいかな、はい、こんな感じ、もう少しこっち来て、はい、OK、でこれがさっきの軌道が取れてないと、ダメな方ね、やったらあかん方やと、こうやって横から足がすでに当たってスコーン、こういう風にスコーン、最終的な形は同じなんですけど輪っか通ってないですよね。最後の蹴った後の姿勢は同じですけど、そうじゃなくてこの輪っかの中に足を一回ズボッと通してこういうイメージで、はい、こうやって蹴ってください。続いて止めてください。はい、じゃあ一回止めましょう。もう一回止めましょうか。はい、こんな感じでちょっと意識してやってください。で、はい、これが横蹴り。横蹴りでした。せーの、あれ